で、今日のタイトルが希望は無知から生まれるっていうのにしたんですけど、結局そのある程度その世の中がこうだよねって分かってると先を諦めちゃうんですよね。なので僕その選挙の時にどう選挙で投票したとしても、まあ日本が良くなることはないよねっていう話をしちゃうんですよ。で、無知な人ってまあそうは言っても良くなるかもしれないじゃんっていうので割とその頑張ったりするんですよね。で、今の介護の話とかも、機械が作るのできないよって言っちゃう人って、無知だからなんですよ。技術的には可能なんですよ。あと必要なのはお金なんですよね。なので、無知な人たちで、止める側の無知っていうので、老害っていう人がいるんですけど、で、僕がその選挙でに、日本は変わらんよねって言ったの、実は老害になってるかもしれなくて、でも時々若手ベンチャーをやる人っていうのがいて、よくわかんないけど、俺できると思うんだよねっていうので、なんだか知んないけど、できちゃう人っているんですよね。こんなもん作れないと思ったらなんか作れちゃいましたっていう若手とか、なんかベンチャー企業とかで、いやいや、うまくいかないっしょって思ったら、なんかやったらうまくいっちゃったみたいな。っていうのもいたりするので、割とその頭が悪い人の方が結構事業うまくいくことがあるんですよ。その頭でっかちな人ってできない理由、失敗する理由っていうのを一生懸命考えちゃうし、経験としていやいやそれはうまくいかないよっていうのが言えちゃったりするんですよ。なので、止める側に回っちゃうんですけど、そうは言っても、割と若手の元気な人って、まあでもできないって言われてるけど、なんかわかんないけどやってみるわって言って、やっちゃってできちゃったりするんですよ。で、その力って、若い人の方が持ってるんですよ。なので、若い人には割と新しい仕事とか、なんかこれ難しいよね、できないんじゃねっていうのに挑戦してもらった方が結果うまくいくと思うんですよね。なので若者の人生がロックインされるようなものっていうのはできるだけ少ない方がいいと思ってるので、なのでなんか大学生が卒業した時に奨学金みたいな借金を負っていて、なんかまあ返さなきゃいけないから介護みたいな仕事やらなきゃいけないんだよねみたいな形で毎日毎日同じことをし続けるみたいなことをやっとくと、気がついたら30歳になって何か新しいことができないっていうのになっちゃうんですよね。まあ安藤美希の4回転もそうだし、大谷翔平さんもそうなんですけど、大谷翔平さんっていうバッターでもピッチャーでも割とメジャーリーグで成果を出した人がいるんですけど、あの人がメジャーリーグに行くときに確か高齢の野球解説やってる人が二刀流なんて無理だからどっちかにするべきだって言ってたらしいんですよね。で、その老害の人が言うことを信じてたら、多分大谷翔平さんってただのバッターかただのピッチャーだったんですよ。ところがどっこい両方やったっていうので、まあ野球好きだったら世界中みんな知ってるよね、大谷翔平っていう、まあショータイムっていう人になったんですけど、それってやっぱり老害の言ってることを信じなくて、いや俺できると思うよ二刀流って自分を信じたんだと思うんですよね。で、多分やっぱ普通だったら、いやいやいや、バッターとピッチャー両方なんかできないっしょってなるんですけど、若手大谷さんは、いやいや、俺なんかできると思うんだよね、やってみるわって言って結果やれたんですよ。っていうのがあるので、やっぱ若い人は、いや、できると思うんだよねって信じるっていうのは結構大事だと思うんですよ。なので、若い人が、なんとなくできるんだよねっていうのはちゃんと応援するべきだし、なんか若い人ロックインしちゃうのは良くないので、なので介護とかっていうのは若い人にはやらせない方がいいんじゃないかなと僕は思ってたりしますよ。はい。